バルトールスデサクソフェラートは14世紀のイタリアの中世ローマ法及び大陸法の権威であった法学者。ボローニャ大学、ピサ大学、ペルージャ大学の法学教授。フランチェスコ会始。バルトルスデサクソフェラとバルトロダサクソフェラートとも、スコラ哲学の演劇法を使って法を体系化することにより実用性に難点の多かった注釈学派に変えて、 後期注釈学派を発展させ、バルトールスの都にあらざる者は、法律家にあらずと言われた。1313 13年、イタリアのマルケ州サッソフェラートに近いベナチュラ村の、富裕な農家に生まれる。父は、フランシスカス・セベリ、母は、アルファニの家系。ペルージャ大学入学後、チーノ・ダ・ピストイアの下で民法を治め、ボローニャ大学では、オルドラドス・デ・ポンテとヤコブス・デ・ベルビーゾに支持。 1334年21歳の若さで法学博士になる。その後イタリア各地で実務家として活動。1339年にピサ大学で初めて教弁を取り、1343年にはペルージャ大学教授に就任。ペルージャの法学校をボローニア市の基準まで引き上げた功績により、1348年には同志から 名誉市民の称号を受けた。1355年には神聖ローマ皇帝カール4世から法政顧問に指名。ペルージャにおいてはバルドゥスデウバルディス、また兄弟のアンゲリウスとペトルスがその弟子であった。43歳の時ペルージャで急成し、聖フランチェスコの教会に埋葬された。バルトールスは短い生涯であったにもかかわらず、キュなほど多くの著作を残している。 彼は、ローマ法大全のウチユスティアヌス法典以外の全項目の解説を書き、また、推理権に関する著名な論文、デフリアミニーバスセウティベリアデスなど多くの格論の論文を著述した。裁判所や民間団体から法的見解を求められて作成した意見書は400件近くに上る。バルトールスが発達させた成文法は、後に民法の慣例の一部となっていった。 また14世紀のイタリアでは各都市にそれぞれの法律と慣例があり地域をまたがる紛争を解決し得る法の必要性が高かったことから最も重要であるとみなされている彼の業績は紛争解決に関する法分野を発達させたことである。論文デインジグニーズ・ウアームスでは文章法のみでなく商標法といった新たな概念も論じた。また 地方自治やイタリアの党派、小貴族政権の合法性といった政治的課題に関する著述もした。その政治的思想は、当時の政治的環境のバランスをとり、地方政治の合法性を確保した上で、新生ローマ帝国の立場を尊重するというものであった。オペラオムニア、1581、1次、文献2次文献原稿目録。 バートラスでサクセフェロとアットザレフト、オンザタイトルページオブベンベニューチューズストラカ、デマーガトラデシスヨネス、1671。ありがとうございます。